こんにちは、黒缶バカのカキパラです。こんにちは、黒缶初心者の霊夢です。さて、今回は、再再販ランドクルーザー70の正式な販売開始を口実にして、またあれやこれやと黒缶乗りの視点で新型の70を掘り下げていきたいと思いますだぜ。それはわかるけど、左側で流れている動画の内容も少し視聴者様に説明しておいて。おう、こちらの動画は前回と同様の、2023年11月23日にスポーツランド岡山で行われた総公開の一部だぜ。ちなみに、この日はランクルがほぼ走ってない珍しい日だったので、ランクルは1台も映っていないぜわらわら。それってダメじゃん。うん、まあ静止画だけの動画だと YouTube からスパム扱いされるかもしれないからな。それってマジ？ああ、稀にだけど警告だとか何か出ているわけでもないのに、全くおすすめに乗らない時もあるみたいだからな。ということで、再再販の70とは直接関係ないかもしれないが、まあ、これらの動画は非公開なのでそちらもぜひ楽しんでみてくれ。ということで早速始めるぜ。ひとまず、現時点で分かっていることを列挙していくぜ。発売開始は2023年11月29日。グレードは一つだけで AX。2.8 リッター直噴ターボの 1GDFTV で価格は480万円だ。予想では420万から460万くらいだと思ってたからちょっと高かったわね。2014年に1年だけ復活した再販モデルは、フォードアノバンタイプが360万、ダブルキャブのキックアップトラックが350万円だったので、予想以上に高い価格設定となっているな。これはなんでこんなに高くなったのかしら？円安基調で、原材料費の価格が上がったということもあるとは思うが、電子制御された駆動制御や運転制御が大幅に増えたことや、安全性能の向上のためにトヨタセーフティセンスが採用されていることや、エンジン自体も現行の排ガス規制をクリアするクリーンディーゼルの高額なものが採用されているだとか、これまた見るからに高額な6速オートマティックミッションが採用されていることなどがあると思っているぜ。なるほど、それなら120万円の価格アップも納得と言えるかもしれないわね。カッパラ登場。問題はさ、それらの電子制御されたシステムなどがランクル70に本当に必要なのか？ということだと思うんだよな。あなたは本当にそういう複雑なシステムが70系に採用されるのが嫌なのよね。ああ、他の車ならいざ知らず、70系だとどうしても30年後にそれらの機能はまだまともに機能するのか？が気になってしまうってのがあるからな。まあ、確かにこれくらいシンプルならあなた程度の知識や技術しか持ってない素人でもバラしてメインシャフトやシンクロを交換できたりするみたいですもんね。いや、もうさすがにそういう面倒な作業は今後しないぜ。ミッションもオートマになると素人レベルでは触れるところが限定されてくるので、ブラックボックス化がより一層進んだって感じかな。トヨタさんのことだから、30年30万キロ程度は問題なく稼働し続けることができるんでしょうけど、このモデルから一気に電子制御が進むので、真の意味でのヘビーデューティー系のランクルという牙城を守り続けることができるかどうか試されると思うぜ。そうよね。ランクルは走破性では軽量なジムニーやラングラーに劣るかもしれないけど、長期間、過酷な使い方をしても走り続けることができるってことが最大の売りですものね。ところで、再再販の70で追加採用される電子制御にはどういうものがあるのかしら？まず搭載されているのが、ビークルスタビリティコントロール、VSC という機能だ。VSC とは、滑りやすい路面で旋回するときに横滑りを抑え、車両の姿勢を維持してくれる装置で、コーナーリング時の車体安定に役立つ制御だぜ。障害物を避けようとして急激なハンドル操作を行ったときや、不意に滑りやすい路面に侵入したときなどに、車が横滑りなどの不安定な状態になる場合がある。このシステムは、このような状態を制御して車の安定性を向上させるようにした装置だな。これって、車の方が走行中にブレーキやアクセルを自動的に操作するってものなのかしら？多分そうだぜ。これは車種は違う画像だが、普通はこんな感じでキャンセルスイッチがついていて、VSC が悪さをする可能性のある路面を走る場合は、カットして走ることになるな。それはどんな路面？一番に考えられるのは、黒缶や雪中行軍での走りだな。少しでもオフを走ったことがある人なら心当たりがあるだろうが、極端に路面のミューが低い場所を走る際だとか、スタックした状態からの脱出時は、ケツを振ろうが、タイヤを多少空転しようが問答無用でタイヤを回さねばならない時がある。だが、VSC は車の横滑りやタイヤの空転などを検出すると自動的に各タイヤを制動させたり、アクセル操作を行うので単純に車のトラクションが不足するってこともあり得るんだよ。そういう時は、VSC のカット機能があれば、こういう風に最大のトラクションを発揮させることができるようになるって感じかな。あら？この画像では VSC ではなく、TRC って表示になっているわよ。これはトヨタのホームページから画像を流用させてもらっているんだが、こんな感じで VSC は、トラクションコントロールと同じくくりでオンとオフの切り替えができるようだな。場所はここで、トランスファーレバーの極上だな。ちなみにトランスファーが L4 に入っていたら、自動的にカットされる仕組みだそうだぜ。これは走行中にカットできないようになってるんだっけ？そうしてみると便利にできているわね。普通の道を走っていてカットしようとするのであれば、停車してこのボタンを3秒長押ししないといけないみたいだからな。ちなみに解説書によると、トラクションコントロールとアクティブトラクションコントロールの違いはこれだ。何？トラクションコントロールは滑りやすい路面での発進時や加速時に効いて、アクティブなんちゃらの方は、同じこと書いてない？
うむ、一番の違いはこの部分。つまり、アクティブトラクションコントロールはタイヤの空転を四輪別々に制動させるという点に違いがあるんだろうな。そうね、この文章だけ読んでいると、トラクションコントロールは空転したらエンジン回転を自動的に下げる的な制御を行い、アクティブなんちゃらは、空転時に空転したタイヤを検出して、個別にブレーキを締めて空転を抑えて駆動力が逃げるのを抑えるって風に読み取れるわよね。その、アクティブなんちゃらって言い方、なんとかならない？いいのよ、私は横文字というか、長いカタカナが続くと意味がわからなくなるんだから。カッサラ登場。まあ、なんだな。お前だと英語圏は愚か、ドイツ語圏で絶対生活できないだろうな。どういうことよ？例えば、アクティブトラクションコントロールってのは英語が元になっているよな。そうね。これを英語の綴りに直すと、アクティブ、トラクション、コントロールという漢字に、単語と単語の間にスペースが入るんだけど、ドイツ語の場合は、アクティブ、トラクテオンスコントローレ、もしくは、アクティブトラクテオンスコントローレ、みたいに各単語をすべてつなげて書くことが多いんで、特に技術系の取説とか読んでいると、頭がこんがらがって追いつかないことがあったりしたぜ。え、なんでドイツ語とか読むみたいな話になってるの？昔、いきなり知らないラインに放り込まれて、ドイツ語の取説を解読しろって言われたことがあったんだよ。え、何それ怖い。だろ？脱線したので元に戻すぜ。次に解説するのは、ヒルスタートアシストコントロールだ。これは、上り坂で発進するときに、車が後退するのを防止する機能だぜ。特にマニュアル車に乗ったことがある人ならよくわかると思うんだが、坂道発進をしようとすると、ブレーキを離した瞬間にちゃんとクラッチをつなげてアクセルペダルも同時に踏めればエンストしないんだが、ちょっと気を抜くと、車がバックしてしまいパニックになるじゃない？まあそうね。で、トラックなんかだと、サイドブレーキを引かずに坂道発進をしようとしても、ブレーキを離しても自動的にブレーキが効いていて、バックしないようになることが多いんだよ。ブレーキを離してゆっくりアクセルペダルに踏み替えても、バックしないから当然坂道発進は非常に楽になる。マニュアル車が以前多いトラックで、坂道でバックしてきて事故になるというのが少ないのは、これと同様のシステムが採用されていることが大きいと思うな。へぇ、意外と便利な機能がついているのね。メーカーによって、ヒルスタートだとか、イージーヒルスタートみたいに呼び方が微妙に違うことが多いんだが、俺が知る限り、オートマ車でもほぼ全車に採用されているぜ。ただ、この際再販の70で採用されているヒルスタートアシストコントロールには、俺個人としてはちょっと危惧する点があると思っているぜ。え、それは何かしら？それは解除ボタンがないということだぜ。ちなみにこれは UD トラックスについているイージーヒルスタートのオンオフスイッチと、引き具合を調整するスイッチなんだが、俺は仕事柄、自分のトラックだけでなく他人のトラックもよく乗るんだけど、日産のに限らず、結構よく壊れるんだよ。ちなみに、今日乗ってきた中型の UD も壊れてたぜわらわら。それってダメじゃない？まあ、俺の場合、普通にサイドブレーキを使った坂道発進もできるし、ヒールブーもできるから坂道でバックしたりエンストさせることはまずないんだが、ブレーキは普通のペダルだけど、アクセルペダルはオルガン式になっていたり、両方これだとヒールブーが最初は難しいことがあるぜ。カッサラ登場。ヒールブーできるのはわかるけど、この手の坂道発進の補助装置が壊れることがあると言ってたわよね。もし、ランクルでもその装置が壊れて、ヒルスタートアシストコントロールが使えなくなったら困るんじゃないの？どうなんだろうな。使えなくなる程度ならまだマシなんだが、一番怖いのは、ブレーキが解除されなくなってしまうということだぜ。それで、トラックの各メーカーなどはこのような解除スイッチがあったり、引き具合を調整するスイッチがついてたりするんだよ。これらのシステムが壊れて起こる現象の多くは、解除してほしい時にうまく解除されないという現象だぜ。例えば、さあ坂道発進をするぞと思って、クラッチを繋いでもブレーキが効いたままになってしまっていて、前進できなくて焦っていたらガンと音がしてシステムが解除されて前進し始めたとか。その逆に、ブレーキを離したタイミングくらいでシステムが解除されてしまって、トラックがちょっとバックして焦るだとか、いろいろあるな。このような、解除のタイミングが狂った場合は、調整することが可能になっているメーカーもあったりするんだが、どうにもならない場合は、解除スイッチをオフにして最初から使えなくして走る場合も多いぜ。そんなに多く壊れたり調子が悪くなるものなのね。まあ言っても俺らが乗ってるトラックなんて100万キロ超えているのがザラなんで、調子が悪くならない方がおかしいかもしれないんだけどな、わらわら。あなた、いくらランクルに頑丈さが求められているからといって、100万キロは行き過ぎなんじゃない？そうかな？考えてもみろよ、霊夢。ランクルってなんでここまで世界中のユーザーから熱い支持を受けていると思うんだ？そりゃ、やっぱり壊れにくさや頑丈さやシンプルさが評価されてのことだったのよね。だから、世界中の僻地や整備の環境が整っていない地域などでも、よしにつけ、悪しきにつけ、こんな風に多く使われているわけなんだし。場合によってはこんな感じとか、こんな使われ方だとか、こんな使われ方だとか、これだとか、これだとか、これだとか、こういうような場所でも使われ続けてきたんだよな。まあ、話を70のヒルスタートアシストコントロールに戻すが、解除ボタンがないという問題は、割と簡単に克服することができる。それは、アクセルペダルを踏むもしくはサイドブレーキを引くだぜ。ヒルスタートアシストコントロールの作動条件を取説から抜粋すると、1、シフトレバーの位置が P もしくは N 以外の時、2、車両停止状態、
3、アクセルペダルを踏んでいない。4、パーキングブレーキがかかっていない。5、エンジンスイッチがオン。となっているな。この時、ヒルスタートアシストコントロールは自動的にかかって、坂道発進を容易にしてしまうわけなんだが。先にも言った通り、壊れるとなかなか厄介な代物であったり。オフロードを走る場合には、揺り返しのように前後に車を揺すって荷重移動させたり、細かくライン変更させるシーンが多かったり。この時のオートマのビッグホーンが使っている時みたいに、じわじわとタイヤを微妙に回して、グリップを得ようとするような走りをする際に、このシステムが悪さをする可能性まであるんじゃないかと危惧しているというわけだぜ。揺り返しはオートマだから最初から使えないものとして、この状態ではヒルスタートアシストはかからないんじゃないのかしら？ああ、ブレーキを踏む、車が停止するという条件が入らないとヒルスタートアシストは発動しないだろうけど。逆に言うと、俺みたいにアクセルとブレーキを同時に踏んでさらに微妙なタイヤの遅い回転を実現しようと思っている連中だと。これらの技を使うたびにシステムが発動して、ギクシャクとした動きになってしまう、という感じになるんじゃなかろうか？と思うわけなんだよな。まあ、メーカー側としても、あなたみたいな運転オタクの奇妙キテレツドラテクなんて想定してないでしょうけどね。奇妙キテレツ言うな。そこで、おじさんちょっと考えてみたぜ。さっきのヒルスタートアシストコントロールの発動条件の中に、パーキングブレーキがかかっていないという項目があっただろ？つまり、パーキングブレーキのランプがついていたら、実際にかかってなくてもシステムは誤認して、ヒルスタートアシストはかからないんじゃないかと思うんだよな。つまり、どういうこと？今見えているのは、70系のパーキングブレーキなんだけど、下の方に緑の線が出ているだろ？あるわね。あれは何かしら？今の状態はパーキングブレーキを解除した状態なわけなんだが、この時は下の方にあるスイッチを押していて、その信号が緑の線を伝ってパーキングブレーキはかかってないということを車に伝えるわけだぜ。つまり、この線に介入してダミースイッチをつけてやれば、いつでも実際は解除されているのにパーキングブレーキがかかっているよという風に車を騙せるわけだぜ。まあ、実際はやってみないとできるかどうかはわからないけど、こんな手を使えばオフロードで細かい操作しててロックされて困るって現象は出なくなるかもしれないな。あなたが心配するほど、そういう現象って起こるものなのかしら？そもそも、あなたが普段乗っているトラックで、そのヒルスタートみたいなシステムって止まった直後とかにすぐ入ったりするの？ああ、停止直後にすぐ聞くぜ。このシステムが効き始めると、軽い振動が発生するのでドライバーはすぐわかるし、インパネを見てもわかるようになってるぜ。ああ、そうなのね。この手のダミースイッチというものは、結構70系やパートタイムの80系でも使う機会があって、有名なところでは、4駆ボタンを押さないとデフロックが使えないので、トランスファーの4駆検出スイッチに同様のダミースイッチをかませて、デフロックコンピューターを肉なんだけど4駆に入っているんですよと騙して、肉でもリアデフロックを使えれるようにするだとか、肉でのアクセルターンができるようにしてたんだぜ。から登場。ダミースイッチをつけて車を騙すというのは前例があったわけなのね。でも、パーキングブレーキのスイッチに加工するのは実例ないんでしょ？いや、あるぜ。今、左の動画で映っている80を買ってきた当初、ナビをつけてやろうということで装着したんだけど。今のナビはどうか知らないけど、当時のナビは運転中に操作をするなということで、パーキングブレーキを引いた状態、つまり移動中はナビの操作が限定されるような機能がついていたぜ。そこで、その機能があまりにもうざいだとか、運転してない助手席の人間がナビを操作する際には、サイドブレーキをワンノッチだけ引いて使っていたことがあったぜ。ああ、昔のナビあるあるよね。今の車載型のナビとかになると、車速パルスも拾っている可能性があるので、同様の方法は使えないかもなんだが、当時はそういう方法も使えたし、ダミースイッチをかませて騙すという手も使えたわけだ。なるほどねー。話を再々半70の運転支援システムに戻すぜ。次に説明するのは、EBD 付き ABS についてだぜ。ABS はアンチロックブレーキシステムの略よね？では、EBD って聞いたことないんだけど何かしら？これについては、俺なんかみたいに古い車しか知らない黒缶オタクよりは最近の車に乗り慣れている普通のユーザーの方が知っていると思うよな。EBD 付き ABS とは、ブレーキをかけた時にタイヤロックを防止する ABS アンチロックブレーキシステム機能に、走行状態によって最適な制動力配分を行う EBD 電子制御制動力配分システム機能を加えたものだそうだぜ。俺もこのシステムについてはよく知らなかったんだけど、ちょっと調べるとこんな説明図が出てきたな。つまり、積載物の重さによって、後輪ブレーキの拘束力を強くしたり弱くするということを電子制御で行うというものみたいだぜ。あら？従来のランクルにはそういうシステムはついてなかったかしら？ああ、ロードセンシングプロポーショニングバルブのことだな。一般的には LSPV といって、車高の高さがレバーを介してバルブに伝わり、車高が落ちると重い荷物を乗せたということでバルブを通るブレーキフルードの有用が多くなり、ブレーキがよく効くようになるという装置だな。それは当然アナログの装置よね？そうだぜ。はっきり覚えてないけど多分40の時代からあったと思うし、調べてみると案外戦後間もなく開発されていた古い装置かもしれないな。今回はそれらをすべて電子制御でやろうとしたってわけなのよね。ああ、最近になるまで俺も知らなかったんだけど、70系も2014年の再販モデルの時からすでに採用されていたらしいな。ということは、再販の時からランクル70系にも電子制御化の波がすでに押し寄せていたわけなのね。ああ、そういうことみたいだな。一
とまず、今回は前編という扱いにさせてもらい、次回の後編でもう少しそこら辺の器具を具体的に説明していきたいと思いますだぜ。一本の動画でやろうか?と思っていたんだけど、取説を見るとまだまだ言いたいことが出てくるので、前編と後編の二部構成にさせてもらいたいと思います。気がつくともう15分を超えてしまってたのね。ああ、再再販が発売されて俺としてもこれは朗報だと思っていたんだけど、発売同時に公開された取扱説明書を見て、驚いてしまったというのが今回の動画を作るきっかけになりましたよってことだな。まあ、今回はひとまずこれで終わりにしましょう。何かまだ言いたいことはあるかしら?いやあ、今映っているような80系のスタンダードなんかが発売されていた当時は、今から考えるといい時代だったんだねーと心の底から思うかな。あなた、結局70のスタンダードを1台、ZX を1台、80のスタンダードを2台買ったということですものね。今、長男が乗っている ZX は着々とスタンダード化が進んでいるけどなわらわら。あちらはあちらで楽しそうで何よりよね。では終わりにしましょう。せーの。また見てね。